はい、こんにちは、アキオレイブンです。それでは今回はなんかね、まあちょっと最近さ、ゲームばっかだからさ、たまにはさ、なんかね、こうやってちょっと生放送ね、配信でも見てみようかなと思って探してみたら、なんかすごいの見つけちゃったんですよね。なんかね、これの内容がなんか彼氏さんのなんかパチだよね、稼ぐみたいなね。もうこれタイトル出てる、カレピのパチ代稼ぐ配信、すごいね、なんかぶっ飛んでるね、このなんか内容。しかも待って、よく見て、累計ギフトポイント62000。結構課金してんね僕。さあ、続きからやってるか、もう始まってる感じかな。よっしゃ、見ていこう。じゃあ続きから見るよと。間違えた。助けて。放送事故すぎちゃこれ。はい、ちょっと間違ったんで、じゃあ早速、ね、こっちはね、最初から見れば分かるよね、こっから。さて、じゃあ初めからスタート。さあ、どんな物語なんでしょうか。この作品はフィクションです。実際の人物団体、あー早い、僕の喋りが遅いのか。アカウント名を変えますか。デフォルトは、リスナーさん、なるほど。せっかくだし変えようね。うん、一視聴者としてね、せっかくなんで。じゃあね、どうしようかな。まあシンプルにここはね、もう白夜レイヴン。じゃあちょっとなんかちょっとなんかね、僕もね、たまにその生放送見てさ、コメントするじゃん。したらさ、まずさ、なんか呼ばれてもさ、なんて読むのかなって言われるからさ、ちょっとわかりやすくしよう。ね、じゃあね、レイ、あ、待てよ、レイブ、はぁ、と、オッケー。あ、かわいい。これだ、おっと、女の子っぽくなるけど、ネカマ感じかな。レイヴンハートでよろしいですか？オッケー、行こう、これで。今日からレイヴンハートで行きます。頑張ります。あら、かわいい。どうかな？みんな、見えてる？見えてるよ。お、配信者さん、配信者さんにコメント送ろう。配信者って言えない。配信者ちゃん。名前があれだね。あ、見えてるよ。バッチリ完璧んご。あ、こういう風に選べんだね。へぇ、すごい。じゃ、完璧んご。あ、すごいすごいすごい。めっちゃクオリティ高い。よかった。コメントありがとう。レイブンがハートさん。いやー、呼ばれた。やったー。めっちゃ嬉しいこと。いや、名前呼ばれるとさ、すごい嬉しいよね、こういうのって。で、たまに僕のさ、好きな芸能人の方のせ、生配信さ、見に行ったこともあって、で、その時ちょっと頑張ってさ、その人誕生日だったんだよね。誕生日おめでとうございます、誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーってさ、ガーってやったらさ、呼ばれたんですよ。レイブンさん、ありがとうですよ、呼ばれたーって。そんなね、ちょっと気持ち悪かったね。じゃあ次行きましょう。あ、すごいかわいい。こんばんは、配信者ちゃんです。常連さんもご新規さんも、今日は寝れない人たちはいろいろお話ししようねって。お、好き。あ、ギフトありがとうございます。じゃあ僕もギフト送ろうかな。じゃあ僕とかお茶とか送った方がいいのかな。じゃあ今日はね、この話しちゃおうかな。今日、馬先の店長にね、出た、馬先。最近の若い子さ、馬先ってなんかバイト先って意味なんでしょ。で、バイト終わったら場終わみたいな。すごいね、なんか略し方がすごい、ね、ついていけない、たまに。なんかてかさ、後ろのさ、めっちゃなんか見たことあるなんかアイテムあんだけど、絶対これさ、あの月のセーラームーンション。だってあの貝殻の白いやつあるじゃん、あれさ、あ、違うか、なんか昔さ、なんかお邪魔とドレミのさ、なんかちょっとあのハートの形したさ、なんか香水みたいな、なんかあれに似ていたんだけど、思いっきり貝殻だよね。ハートとは関係ないよね。よし、行こう。明日から来なくていいって言われちゃいました。おほっと、ってことは、はあ、明日から来なくていい、あら、ってことは首ってことよね。首ってこと、まあそうだよね。いや、もうこれね、あら、なんかやらかしちゃったのかな、配信者ちゃん。どうしたのかな。でもいいの、店長変わってから職場の空気悪くなったし。あ、店長変わったんだ。あー、じゃあね、やっぱ相性合う合わないあるからね、その人と。ちょっと合わなかったね、きっと配信者さんとそのバイト先の店長さん。
ていうかやばい、収入ゼロなんだけど。あーそっか、バイトだからね。うん、いきなりさ辞められちゃったってことはもうそれまでの給料も発生しないってわけだから、あーちょ結構ピンチじゃん。したらこれじゃカレピにパチは当たってないよ。なんでそこ赤文字なの？え、そんな深刻なの？ちょっとえいきなりぶっ飛んだ話題入れ込んだね。え、彼氏の？いやそうだよね。コメントよ。うん、言ってなかったけどカレピとはラブラブ。カレピはねすっごく私のことが好きなんだ。あら、そうなの？いいじゃんそういうの。 LINE も5分以内に返信しないと怒るくらいなの。それ大丈夫男？いや待って、ちょっと後ろさ、後ろ写真よく見たらさ、初キス？いや痛いねー。待って、いや痛いねー、痛いよ写真が。もうえこれちょっとラブが重いあれな感じ。変だよね、一緒に住んでんだから直接、直接話してくれればいいのに。あ、一緒同棲してんだ。それでカレピの将来の夢パチプロなんだって。いやいや配信者ちゃん、ちょっと考え直したがいいよ。その彼と パチンコ好きなのいいよ。うん、パチンコ好きな娯楽としてね、うん、ちゃんとね、あの息抜きとしてね、僕もね昔やっていた時期もありましたからね。うん、今はもうてっきりやめちゃったけどね、ちょっとしてね軽いね、娯楽として楽しむのいいと思うよ。うん、僕もあの好きなアニメのね、うん、パチンコとかよく言っていたから。うん、あのエヴァンゲリオンとか、あのバンとか、うん、全然いいと思うよ。だけどちょっとそれをね仕事にするってのちょっと違うかなって思っちゃうんだよね。レイブンは夢を叶えるために近所の大きいパチンコ屋さんに毎日通ってて、それでパチプロになるには軍資金が必要らしいの。うーん、ただの金。大丈夫これ？だから私カレピに毎日1万円渡さないといけないんだ。うわマジか。うわそれをつええ、彼女にそれ求めんの？最低それ。いやちょっと目覚ましてあげたい彼女のことを。リスナーのみんな何か言う方法ないかな？今から朝まで働けるバイトとかちゃちゃっとお金稼ぐ方法とか。うーん、いやーちょっとねー、もう少し考えよう。君ならねまだ素敵なお男性いると思うよ。ちょっとその彼氏なん、ちょっと考え直した方がいいよ。アドバイスください。はあ、ちょっとこれさ、シンプルに考え直したらいいよ本当に。ダメだよそれ。話し合える中だったらいいけど、あ待って、とりあえずセーブはしておこう。 OK。 ね、いやちょっと考え直した方がいいな僕的に。分かる、説得する。え、別れる？カレピと？でもそんなのできるかな、別れてもらえるかな。あーそっか、待って LINE を5分以内に返さないと怒る人なんでしょ。うわちょっと間違っちゃったかな。あーちょっとアドバイスちょっと失敗しちゃったかもしれないこれ。カレピに話聞いてもらえるかちょっとわからないんだけど、リスナーのみんなはどうすればいいと思う？よーし待てよ、どうする、よしこれか一生懸命考えよう。僕もねあの配信やるときにちょっとお悩み相談的なね配信するんですよ。でねやっぱちょっとこういうねやっぱさ相談されたらさ、やっぱちゃんとさ、やっぱあちょっと勇気出して話してくれたんだって思うじゃんこっちも。だから精一杯さあのその考えたいんですよ僕も。さてちょっとだよ、誰かに相談しよう。彼氏とちゃんと話そう。いやこれでさちゃんとさ話し合える仲だったりよ。でもちょっと怖いじゃん正直。ちょっとこれは誰かに相談した方がいいかもしれない。なんかさっきからさちょっとダメな音聞こえるよね。相談か、でも相手がな、あーそういう仲がいないのかな配信者ちゃん。私に相談相手なんて、友達は？友達？あ、そうだ、レイブンハートさんありがとう。友達いた、あいたんだ、よかった。誰？待ってて、紹介する。あ、いるんだ。え、すぐ近くいるの？電話かな。おっとじゃーん、友達のマリアちゃん。やってしまったくせ。
これ俺やってしまったくせよ。ねえ、カレピに毎日1万あげないと怒られるの。どうしよう。え？マリアちゃん、ひどいよ。なんでそんなこと言うの？友達だって言ったじゃない。ひどいよ。今までのマリアちゃんそんなこと言わなかったのに。なんで、なんで、な、ああ、うるせえぞ。メタリカ、メタリカ。この子の名前かな。いやでも男性の声。え、あ、彼氏さんかな。うわー、怖いでしょ。あ、ちょっと本名、いやもう本名のメタリカって呼ぶの君。うわ、これちょっと言いたくねえ。逆にキラキラでもなんでもねえ、ただの嫌がらせで。うるせえ、夜中に騒ぐな、ちょっとしてこい。あー、やってしまったかな。うわー、これやっちゃったかもしんない。ごめんリスナーのみんな、席外すね。うわー、配信者ちゃんごめん。あ、メタリカちゃんごめん。あ、手振って。ちょっと待って、今やばいこと。結局配信者ちゃん、配信者ちゃんが戻ってくることはなかった。うわ、あー、配信者ちゃんに友達、人間友達いないよ。お前が言うな。エンド4、東京テディビア。あー、なんか聞いたことあるこれ。はい、ということで、戻ってきました。そしたら、どうしよう。まあ、ちょっとね、せっかく、タイトルに沿って、投げ銭をもらったらって感じ、スパチャ的なやつかな。うん、これでしょう。投げ銭をもらったら、あ、そっか、ギフト機能もあるんだよね。そう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 。今時ね、やっぱそういうので、ね、収入得る人もいるからね。配信者さんのこのね、ビジュアルだったら全然いけると思うよ。うん。頑張ってみよう、君を。みんなから有料ギフトもらったら1万円分になるかも。うん、何人いるんだろう視聴者が。おーおー、すごい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 。あ、みんな優しい。みんなありがとう、嬉しい。これで明日もなんとかなるよ。あ、よかったよかった。じゃあ今日はお歌のリクエストめっちゃ聞いちゃう。あ、本当？何歌ってもらおうかな。歌ってほしい曲書いてね。何しようかな。好きって言ってにしてもらうかな。って聞かさ、可愛いんだろうな。あ、翌日、はいはい、行こう。何この不安の BGM。みんな、昨日はありがとう。カリピも喜んでたよ。すぐそれ反映されるの？その、ギフトのやつって。早いね、仕事が。まあ、今日は負けたって怒ってたけど、うわ、ちょっとやっぱ考えた方がいいよ、その男と。あー、ちょっと、それで、ごめん。みんな、また力貸して。実はね、明日までに15,000必要で増えてる。金額増えてる、5,000円分。え？ダメだったの？そのスパチャ、相手のためになってないかも。損と嘘。やめよう。配信切った。翌日。20歳女性重体、家庭内暴力か。え、どういうこと？え、 DV されたこと、もしかして。うわ、マジか。今朝8時ごろ、丸々市の近隣住民からの通報が。被害者女性は今も病院で。うわー、救われねー。もう少し付き合ってあげて。邪険にしないで、すいませんでした。したらやっぱりこれ、分かるよ、説得してみようか。でもどうすればいいんだろう。あ、待って、実力行使。あ、勝手に言っちゃった。それでいいと思う？え、どうなんだこれで。どうせ話聞かないよ。一回殴った方がいい。その方がいい。一回ね、目覚まそう、男のね。あんた、働きなさい、パチンみたいなね。いや、一回分からせた方がいい、これね。うん。ダメ。これでね、はいはいとか言ってもダメよ、本当に。ね、やっぱお互いの絆をね、強めるためにもね、一回、ちょっと、こう、拳で語った方がいい。そっか、みんなちょっと待ってね。ん？どうすんの？ここにあるんだ、護身用の。はぁー、発信者じゃん。じゃーん、マジカル包丁。可愛く言ってもそれただの狂気。包丁はそういうもののために使うんじゃないの。ダメ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 。じゃあカレピ、今一回だから涙を流すくらいなら君はその包丁を離すんだ。
やめろ、待って、ちょっと言ってくれ、待つんだ。メタリカやってしまった、その手を血に染めてしまった。わっ、できた、別れられた。命をた別れさせたのね。肉体と魂を別れさせたのね。ああ、ちょっと、目が、ちょっと俺、こういう目って結構苦手なんだよね。うわ、ちょっと。あれ？みんなどうしたの？おーい。解決してるけど、解決しないよ。なぜ人を殺しちゃいけないのだろうか。うん。道徳的な観点かな。彼氏ちゃん、話そう、やっぱり。ここはね、誰も相談できない。でも、ちゃんと言わなきゃダメ。でも、言うためにも、力づけちゃダメ。ちゃんとね、人間なんだから、言葉と言葉、心と心で対話しよう。よし。彼氏とちゃんと話そう。オッケー。彼氏さんと話そう？私、自信ないかもな。確かにね、ちょっと、暴力的な彼氏さんでしょ？ちょっと、やっぱね、難しいかもしれない。でもね、ここはね、ちゃんと、話し合えばね、いけるよ。いけるかな？何も行動しなかったら変わんない、こればっかりは。カレビの言ってること最近よくわからないし、あ、もう本人がそう思っちゃってるね。じゃあダメだもん、それ。ちゃんと話せるかな。あ、来た、選択肢。ちょっとセーブしよう、これは。あ、これいいかもね。彼氏と一緒にパス言うと、これはね、お互いにね、ちょっと好きなの共通しちゃって、ね、そっからちょっと心を、ね、ちょっと若干通わせて、で、いざという時、ちょ最近さ、あんたさ、ちょっと私からちょっと金取りすぎだって言って、あんたもちょっと自分で遊びたいなら、ちょっと稼ぎなさいよ、みたいな。言った方がいい、これ。私パチやったことないよ。でも確かにカレピの好きなものをちゃんと知らないかも。ああ、そうだよ、ほら。これはね、やっぱお互いにね、知った方がいいと思う。知った上で、対話すればね、きっと分かってくれるよ。あ、待って、そうだなってよ。俺がこうやって楽しんでるのに、で、こいつもね、俺の好きなことを付き合ってくれてるって。で、彼氏さんもね、気づいてね、俺ばっかり楽しむのなんかおかしいなって、こいつ自分でね働いた金で俺も遊んでるわけだし、そきっと気づいてくれ、きっと、ね、信じよう、そこはね、歩み寄りだよね、こういう時って。まずはカレピが毎日行くくらい好きなものを体験してた。その通り。やってみよう、そう、まず体験してみよう。リスナーのみんなありがとう、私やってみる。数週間後。おっと、待って、後ろの靴なくなったぞ。あー、みんな久しぶり。最近ね、カレピと通ったんだ、パチンコ屋さん。でもなかなか勝てなくて。待って、嘘だろ。待って、自分のもの全部売ったってこと、もしかして。そこまでしちゃった、沼った。結局服とかグッズとか売って軍資金稼いでるの。でも明日は勝てる気がする、頑張ってくるね。やってしまったくせ。これだ、今すぐ彼氏に電話しよう。ダメ。じゃあちょっと対面するとやっぱ危ないかもしれない。もしか向こうがさ、また暴力振るうかもしれない。ここはやっぱちょっと電話でちょっとやってみよう。電話、わかった。よく見て、これ LINE じゃなくてライムだね。N が M だった、よく見てなかった。ライム通話でかけてみるねって。さあ、どんな感じになるんだろう。さあ、つながるかな、まず。そこだよね、問題は。あれ？あ、そっか。カレピー、ライムはやってないんだった。そうなの？今時の子で？それってさ、多分普通さ、SNS ってか、今時主流じゃん。ちょっと昔はさ、LINE とかもさ、なんかちょっと、すごいコミュニティ的な感じでさ、なんかちょっと、ね、業務連絡とかするのもなんかちょっとためらうようなものだったけど、今じゃ本当にさ、業務連絡も LINE でさ、やるようなさ、ちょっと主流になってきた、あれだよね。もうメールみたいな感じだよね。でも、そんな、多分この世界、その LINE ってやつを、彼氏さんはやってないって。時代錯誤してんのかな。今時珍しいよね。そんなことある？私忘れてた。本当に。
なんかおかしくない本当に。え、何が？カリピがライムやってるのおかしい？あれ、そうだよね。だって私ライムのやりとり、いやそう、あ、うん、言ってたよね。そう、5分以内送んなかったら怒るって。いや、でもそうだ、私とカレーピー都内で2人暮らしだし、ライムしなくても直接話せばいいんだった。大丈夫本当に、大丈夫本当に、彼氏いるの？いや本当にさ、ちょっと怖くなってきた。なんかどんどん、何言ってるのみんな。私はね、カレーピーと東京で同棲してるの。2人ともバイト頑張ってるの。え、待って、え、彼氏さんもさ、バイトやってんの？え、それで、それやった上で何？配信者ちゃんに何？1万円毎日もらってんの？どうなってんのよ。カレピはいるの？カレピと暮らしてるの？嫉妬深いけど、私のことを愛してくれてるの？なんで怒り口調なの？何切れ気味なの君。ちょっと選択肢なんだよ。わかったわかったわかった。今どこにいるの？場所？あれ？よく見たら、なした？ここ実家じゃん。実家なのそこ。窓の外、田んぼしか見えないし、遊ぶとこはパチンコ屋しかないし。えー、待って、そ、どういう状況これ。え、私カレピと同棲してないの？だって実家じゃ相手と同居ってことになる。え、私のバイト代むしり取るのは、私は毎日どなるのは。待って、これさ、え、彼氏ってこれ彼氏じゃないんじゃない、もしかして。うん、待ってこれ、で待って、さっきのさ、エンディングの家庭内暴力、親父さんじゃないこれ、もしかして。え、普通にさ、配信者ちゃんの親父さんが、多分この子 DV じゃない、もしかして。うわ、ちょっと待って、だとしたらやばいこれ。うわ、セーブする最後、待ってやばいよ。ちょ、怖い、ちょっと、お母さん逃げる。違うよね、分かってる。父さんなんだ。ああ、目覚めた、覚醒モード。私のこと、毎日。ああ、やった、やばいこれ。ああ、怒った。いや、やだ。ああ、落ち着いて。レイブンハートさん、ありがとう。私落ち着かなきゃだね。落ち着きたきゃ。いつもあれ飲んでるの。何飲んでんの、ちょっと。落ち着くとき？ハーブティーかな、ちゃんとした合法の。僕はね、落ち着くときはね、あれやっぱあれだね、16茶飲むね。16茶大好きだな僕。お茶飲んだらさ、やっぱちょっといさ、ほっと一息、ウーロン茶や、それウーロン茶やん、会場16茶どこ行ったんで、もう落ち着け、まず俺が。これ飲んだらぐっすり寝れるって、お医者さんが、うん、何かな、うん、お茶かな、うん、アールグレイ、うん、ダージリン、うん、ローズヒップ、とりあえず知ってる銘柄しかない。でもいつもの量じゃ足りないや、うん、ティーパック2つ分かな、3つ、何かな、ジャジャジャって、なんかちょっとなんかこう、あの、なんかあの、ジャラジャラジャラって、あのちっちゃい粒がなんかこう重なり合う音聞こえるけど、何かな、うん、足りない。ストリングゼロ。あ、なんかこれ、あの、ラムネかな、うん、あの、なんかさ、お酒飲むときってなんかラムネなんかちょっと、あの、かじると、ね、酔いがちょっと、あの、いい感じ柔らげて、なんか聞いたことある。うん、これぐらい飲まないとね。うん、やっぱちょっと、やんなことあったらお酒飲んで忘れた方がいいかもしんないよ。これ、ストゼロと一緒に飲めば全部忘れられるの。ラムネかな、ラムネだよね。配信者ちゃん。翌日、20歳女性重体、許容量大幅に超える睡眠薬とアルコールともに服用し、女性は家庭内暴力に悩まされており、そのストレスからこのような行動に出たと考えられます。やってしまった。用法用量守りましょう。過剰摂取。なんか順調にエンド回収してるよね。認めよう、父親そいつは。目を覚ませ。そうだ、父さんなんだ。私のこと、毎日。はい、同じだね、ここら辺は。父さんどうなる、ここから。おー、ここ変わんないのね。相談窓口の電話番号を書く。それでいければいいんだけど。
よし、もう、これ相談窓口行こう。うん。君は一人じゃない。僕らがいる。今、かっこいいこと言った、僕。何この番号。相談窓口？フリーダイヤル？こんなとこ今更。いや、電話した方がいい。うん、そうだ。うん。なんかさ、ねえ。相談周りにできないでしょ。ねえ、いないんだったらさ、でもまあちゃんとしたところに、うん、そういう専門家プロがいるからさ、まずちゃんとね、なんと話聞いてもらおう。そういう大人にさ、うん、きっと君の解決策になると思うよ。そういうのが、俺たちはネット越したから助けられないけど、うん、そうだ、その通りだ。そうね、今こうやってさコメントしてる俺だってさ、いいことできる、いいことできるよ。さ、実際に君を助ける手を出すことはできないです。だ、それを手助けすることしか僕らできない。そこはちゃんとしたとこだから、うん、電話言わながらコメント応援するから。ああ、すごい、みんな優しい。やってみる、頑張って。あ、なんとかなるといいな。あ、もしもし、あの、私〇〇市の。さあ、どうなるこの後。おお、なんか雰囲気変わった。え、なにこれ。お久しぶり、リスナーのみんな。3ヶ月ぶりくらいかな。3ヶ月も経ったの、時がよく見たな、俺も。あの時いろいろありがとう、特にレインはハートだ。あー、ほんと、僕のコメントのおかげ。いや、ちょっと嬉しいな、そう言ってもらえると。今私がこうして笑っていられるのは、相談窓口の電話番号を教えてもらったおかげ。あー、よかった。あれが決め手になったんだね。当時の私本当に限界で、実際お父さんにお金取られたりしてたのに、全部愛している彼氏がやっていることだと思い込んでたの。あー、とかもうねえ、そうこうやっぱ認めたくない自分がいたんだろうね。やっぱお父さんだもんね。やっぱそういうことでちょっとなかなか言い出せない子もいるらしいからね。やっぱ家族をさ、なんかちょっと売るってか、やっぱそう、僕だってやっぱ家族大好きだから、そういうの やりたくないよ。でもね、やっぱそう、と本当にそういう立場になっちゃったらどうなっちゃうんだろうね、僕も。まあ多分ね、行こう。それで自分はかわいそうじゃないなんて考えてたの。でもまあ普通に異常な生活状態だったんだよね。見てる、わかる。あの、相談して結局実家は出ました。あー、よかった。じゃあもういないんだね。なんとか新しい場所も見つかって、まあ生活はやれてるって感じ。あ、よかったよかった。それで今は新しい場所の先輩と同棲しています。早い。あ、でもよかった。その人素敵な人かな。あ、カルピっていうかカノピなんだけど。カノピ、あ、そういうこと。あー、なるほど。あ、女性の方ね。あー、よかったよかった。でもそれよかったってよかったって言っていいのかな。でもね、まだね、心通じ合える仲だと思うよ。うん、よかったよかった。まあ、好きな人の性別は気にしないし、それは気にしなくていいと思うよ、僕的にも。ね。好きの形はいろいろあると思う、そりゃ。もう、超優しくて、可愛くて、かっこよくて、最高。あ、よかったよかった。今度は怒ったり怒られたりとか、ない関係だから大丈夫。やっぱね、ちょっとお互いね、通じ合える仲だといいよね。私、人を見る目は超あるから、本当かな、それは。本当？本当、それは俺も思う。ちょ、どういう意味？あ、これ俺かな？あー、よかったよかった。気になったのがさ、これ、あ、じゃあ、まずこれっしょ？おい。これどうなんだろう。20万円分のギフトを渡す。これでもしかしたら彼女を救えるかもしれない。僕は彼女を救ってみせる。お金の力で。どれ。これ使って。おお、すごい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 。めっちゃ渡すやん、みんな。みんな優しいな。え、これ1、10、100、20万。いや、100はどっから来た。いや、さすがにもらえないよ。どういうこと。これはね、とにかく家出た方がいい。君はそこにいちゃダメだ。ダメ。危ない。ちょ、行きや、待って。マイクずらしちゃった。そのためにこんなに？使って、これダメ。君はそこにいちゃダメだ。20万はさすがだけど、実家なんて出ちゃえ。みんな、でもお母さんもいるし、私だけ逃げるなんて。あ、そう、お母さんもいるんだ。お、なんだ？
もしもし。ごめんね、メタリカ、お母さん。どういう気持ちでこの名前つけたの？お母さん、本名言わないで。お母さんね、家出たわ。お父さんと別居するの。あ、お母さん先に出たの？お母さん先に逃げちゃったの？ちょっと今は余裕がないから、あなたも一人暮らし始めるなりして頑張ってね。もう20なんだから、自立ぐらいできるでしょ？それじゃあ。は？そうだわ。うちのお母さんこんな人間だった。お母さん！一緒に逃げてあげて、メタリカちゃんと。いいか、こんな実家。ごめんね。そろそろ配信終わりにする。いろいろ準備しなきゃだから。このクソったれの家から出る準備をね。さあ、どうなる？2年後。ほう、結構経ったね。あの、もしかして。え？レイブンハートさんですよね。え、待って、メタリカちゃん？言っちゃったからメタリカだ。あー、本名の名字も旧来なので。名字なんだったら、リカ。リカって呼んでください。あー、リカちゃん。あー、もうかわいい。え、待って、めっちゃかわいいのって。え、結構タイプ。黒髪ロング、すごいタイプ。2年前の配信後の後、急に DM してごめんなさい。DM？ あ、そうだったの？しかも連絡先交換させるとか、怖かったですよね。でも、いつかこうしてお金を返したかったんです。あ、そうだったんだ。あ、すごい律儀な子。当時も私、貯金なんてスズメの涙で、あのギフトがなかったら新しい生活なんて無理でしたから、あの時はありがとうございました。いや、それほどでも気にしないで。もう君がね、今そうやって自立できたのよかった、本当に。だって私よかったわ、それはね。待ってください。実はこの近く、私の好きなカフェがあるんです。あの、今のはただお金を返すだけなので、よかったらお礼として、ご馳走させてください。もっとお話ししたいですから。あら、そういう感じ？何これ？なんか新しいエンドが、二人の新しいエンドが、あの、マジカル包丁気になるけど、これはこれでまたハッピーエンドなのかな？繋がったね。発信者ちゃんと。おお、ハッピーの銃返してきた。人生夢だらけ。こんな終わりもあるんだね。はい、そしたらじゃあ、ね、まあ無事ね、一応1から10はエンド回収したから、まあ、今日はここまでしようかな。うん。いやーでもすごいね、なかなかぶっ飛んだ話でしたね。いやでもね、あの最後ね、うん、ハッピーエンドはね、うん、なれてよかった、うん、メタリカちゃんね、無事でよかった、本当にちゃんとね暮らしてね、よかったよかった。はい、それじゃあね、皆さんもね、うんとね、あと配信するときは気をつけましょう。それでは、秋はレイブでした。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは、ハッキーのレイビンでした。またね。バイバイ。